こんにちは、ハイジーです。今日はコメント欄に MN さんから、ハイジーさん、今度くら寿司でハンバーグとかスパゲティが出るらしいよとの情報を得まして、くら寿司さんに顎を伸ばしてやってまいりました。本格すぎる新感覚イタリアンというメニュー表がまずテーブルにドンと置いてあることにびっくり。大前提として、ここお寿司屋さんですよねって、何この美味しそうなやつ、カルボナーラスパラッティですって。そんでイタリアンチーズハンバーグ、これはどういうことって、中からチーズがとろん、軍艦のお寿司に乗ってるハンバーグと全然違う、ブロッコリーもついてくるの嬉しい、さらにチョコとマスカルポーネのパフェ、だからお寿司屋さんのメニューの名前じゃないのよ、すでにこれまたとんでもないメニューを出してきたな、ドキドキしてきた、水飲んで一旦落ち着こうって顎だ。くら寿司さんの頭の柔らかさはアルデンテとは真逆。早速注文していきましょう。まずやってきたのはイタリアンハンバーグ、見るからにイタリアンなトマトソース的なソースがかかっているハンバーグ、カメラも動揺してピントが合わなくなるほど美味しそう。立て続けにやってきたのはカルボナーラスパラッティ、なんと丼の上に卵を乗せての登場、太陽の巻き場を想起させるワクワク感。丼自体はいつものラーメンの丼だと思われます。蓋を開けていきますと、まさに丼に入ったイタリアンという不思議な感覚を受けますね。いただきます。というわけで、これはお箸で食べるってことでいいんだよね。まずはシンプルにこの状態ですすってみますと、これはチーズの風味の奥に魚介の出汁が香るという不思議なイタリアン、お寿司屋さんだから出せる味って言うんですかね。ここに卵を落としてしまったらもう勝ちは確定です。チーズのスープと卵の相性が悪いわけはございません。黄身が絡みついてより濃厚になる麺がたまらない。すすってみますと、カルボナーラの完成です。美味しいです。ただこれ麺自体はいつものラーメンの麺なんですよね。スパラッティのラってラーメンのラってことなんですね。だから最初の味わいでパスタかなと思わせといて、後味はラーメンという不思議な感覚のメニューでもありますね。そしてチーズハンバーグはやはり真ん中から一旦割りたくなりますよね。そして中のチーズを確認したくなりますよね。この肉汁とチーズのコラボ最高。これをソースにつけまして、あれちょっと大きいの取りすぎちゃったかな、これ一口じゃ無理かもしれない、あこれ無理だ無理だ、あ食べれた、というか柔らか、柔らかくてジューシー、そんでトマトソースの酸味とチーズのコク、これを口に放り込んだらそれは最高で、そしてそれを追いかけるご飯で完成って、ご飯ないんだった。くら寿司さん、ここまでやるんだったらもう酢飯じゃないライスがあってもいいんじゃないですかね。まあ、確かにそれをしちゃうとお寿司が食べられなくなるっていう問題点も出てきますけどね。そんでチョコとマスカルポーネのパフェ、これはいいね、これ写真撮ってインスタにあげちゃおうかな。でスプーンを入れてみるとチョコレートがパリっていうの、これパリパリチョコのパフェなの、個人的に大好きなやつ。濃厚なチョコプリンもねっとり滑らかで美味しかった。そんなこんなで実際にインスタに写真載せたんだけど、みんなのコメント、何これ、顎見えちゃってますよって何なのよ。別に見えちゃいけないもんではないから、ツッコミどころそこじゃないから。